あなた様は死にません。私がお守りいたします。なんかすごく聞いたことあるぞ。乙女城ともどもよろしくな。なんかこの子たちの可愛いセリフにごまかされそうになったけども、ちょっとちょっと俺の挨拶、ちょっと実況ど、もうちょ、まだ俺がクリックしたのも悪かったけども、まずは俺の実況プレイ動画としての挨拶をさせてください。皆さんこんにちは。よしよし、喋っていいぞ。こう見えても乙女城は頭がいい。はい、変身。行くぜ乙女城。うん、鍋豚城ちゃん変身。なんというシンクロ率。二人揃ってなんか踊りながら使徒とか倒すんだろうな。でさっきさ、すごく聞いたことのあるようなセリフ聞こえたけど、あそこはスルーしていいか。新しいやつを見に。新たな白娘。いや、私はつづらお嬢だ。特技は変幻自在のゲリラ戦法。この子ってお披露目したっけ。領地防衛のためには全力で手助けするよ。新しいやつを見に。結構ね、裏作業でね、手に入れちゃった子が多くて、初この子は。て、殿、いつからそこに。寝顔を見るなんてひどいですよ。いやでも今新しい子ゲットできてよかった。賢い子だといいな。やったぜ。なんかいいレシピとかあるのかな。まだ調べてないや。こういう初期値とかでもね、まだ持ってないことが全然出るし。で、編成じゃないや、そう、このお城プロジェクト始めてだいぶ年月が経ちますけど、そろそろなんだろう、目標を決めてやろうかなと。俺ね、どうしても欲しい白娘がね、二人いるんですよ。そう、どうしても欲しい人たちがいて、で、片方は、まあ、いるの知ってるんですけども、片方はこのゲームに登場するかどうかすらわからないと。現時点でいるかもどうかわかんないし、調べてないし、で、今後実装されるかどうかもわからないっていうね、城があって、まあ出たら嬉しいなっていうことで、とりあえずね、1の1とかレベリング室回しつつ、新しいのがゲットできたらまたお披露目しようかなと。およ、はじめまして。あたちがババゾウです。将来は立派なお医者様になりたいです。ご用立てください。おはようごあいやーしゅ。思い出したな、ニューってついてないから俺いつの間にか持ってたのかな。なんかパッパと見ちゃってたから。すみません、今話しかけないでいただけますか。って殿じゃないですか。失礼いたしました。シュン。なにこのちんまい子。大人さん、こんにちは。私は一本松城って言います。まだまだ練習中なんですけど、私の舞見てくれますか。よし踊れ、みんな踊れ。てん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 。なんだ、クマ。私が村中城だ。だらだらしてどいてくから。なんだよその顔、私に文句あんの。ここらへん気になる。何モチーフだろうねこの子は。クマかパンダ、いやパンダじゃないだろう、黒と白あるけど、なんかがとりあえずあるんだろうな、何かが、その関連してるものが。ニンニン。日記やがた研さん、隠密行動ならば拙者にお任せを。伊賀忍術の神髄、とくとご覧あれ。ちょっとおっぱい大きすぎじゃないですか。ちょっとやりすぎじゃないですかね。高さがしぐれさん並みな、そういうはち切れんばかりな感じになってる。円月好きで一撃だ。かっこいい。月に変わって鉄管室。ん、なんかとてもまたどっかのムーンで聞いたことのあるような。しかも月に変わって石棺って2人分パクってやがるじゃないか。焼きおにぎり食いてえな。そして今言ってたのがこの子、鶴ヶ城っす。三方向を海に囲まれてるから、いつの間にか泳ぎが得意になったっす。殿も一緒に泳がないっすか。でも攻撃範囲が狭いから、このなんだろう、水辺とかじゃないと
いけないのかな。大人さん、こんにちは。私は一本松町って言います。まだまだ練習中なんですけど、私の舞見てくれますか。かわいいな、私服の一本松嬢ちゃん、かわいい。サギ舞ちゃんと踊れるようになりたいんですけど、まだサギが重たくて背負えないです。サギ舞ちゃん、大人さん、堀切りって知ってますか。私には険しい堀切りがついているんですよ。中世の山城の特徴ですね。ボイスの種類結構あっていいよね。大人さん、堀切りって、私は猛虎軍の襲来を受けて、幕府の命で海岸の警備を強化するために築かれたんです。古いって言わないでください。3つかな、この、なんだろう、ここにお部屋にいる時で触って出てくるやつは。初めまして、殿。私は引田城です。こっちの虎頭さんともどもお手柔らかにお願いします。正確には二人目なんですけども、ちょっと初登場の時はね、録画してなかったんで、ついうっかり手に入れてしまったんですけども、このシーンを何としても皆さんにお披露目したかった。まずはちょっとメインの子にしてボイスを聞きましょうか。初めまして、殿。私は引田城です。こっちの虎頭さんともどもお手柔らかにお願いします。先日高松城さんに美味しいうどん屋さんを教えてもらったんです。殿、一緒に行きませんか。もうほんとね、もちろん虎頭さんも一緒です。まだ続きあったが、ほんとね、感慨深いんですよ。ほんとね、この子をね、何としても手に入れたかった。まあ別段レアってわけじゃないんで、わりかし簡単に手に入るんだけど、まあなんでかっていうと、この引田城さんを描いたのが知り合いの方なんですよ。知り合いって言っても、あのリア友とかそういうんじゃなくて、まあニコニコとかネット関係で知り合った人ではありますけども、高槻一さんっていうイラストレーター、漫画家の方で、まあ仲良くしてもらってて、その方があの、まあ、このお城プロジェクト始まってしばらく経ってからその情報公開できて、そこでようやく知った。白プロを参加して、この絵を描いてますって。虎頭さん、変身するよ。もうそのツイートをね、見た時にね、なんだろう、ブワーまではいかなかったけど、それに近い何かがあったのよ、俺の中で。ちょっと図鑑でも見てみようか。素敵ですな。ほんとね、ほんとなんか嬉しくて、知り合いが、ね、知り合いの絵がこうやってゲームに出てて、元からね、あのご活躍されてる方ではあるんだけど、でもね、ほんと嬉しくてだからね、もうこの子手に入れて絶対育てようってね、心に決めてて。ちょっとセリフ聞きますか。引田城です。正確な築城年は私も知らないんですけど、古くからずっとあるんですよ。私は地味ですけど、あの有名な戦国秀久さんが2回も城主になってるんです。虎頭さんと2人で一生懸命やりますから、忘れないでください。見捨てないでくださいね。見捨てるもんかあ、ちょっとご報告を。あの、少し泣いてます。今実況プレイでして泣いたのは多分2回目かな。まあ何の動画で1回目をバージンを捨てたかは黙っときますけど、なんだろう、すごいな何がすごいんだかわからんけど、こうやって敵の方も見れるんだね。俺さ、あの敵のやっつけた時さ、ほんとね、ここは入刀なのかどうかさ、検証してほしいんですけど、多分出てないよね。だからこの解説の子は可愛い。まだ出てきてない子かな。多分サポート、千子ちゃんみたいにサポートキャラの誰かなんだろうけど。いろいろいるね。烏帽子なりかぶと。敵側も見れるの面白いな。早い。まだこれしかいないってことが。早い、あらあらが早いぞ。ただいま戻りました。もしかしてさぬきの国にあんまり雨が降らないのって、私のせいですか。どうしましょう。うどんが食べられなくなりますよ。
そいつは大変だ。あの県の人たちはうどん食わないと死ぬっていうからな。血液の代わりにうどんが流れてるっていう噂が当たってるぐらいだしな。先日高松城さんに、おいしいうどん屋さん、もしかしてお城なのに舞妓を目指しているんです。待っている時だけは無心になれます。こんなお城があってもいいですよね。いいと思うよ。お城のくせに舞妓を目指してるだなんて、確かに踊るしな。もうまずはなんだろう、ポーとかとかチャの練習からしたらどうだい。頑張って一流のマイケルになってくれ。